今回は24日から開催中の戦祭りの動画になるよ。中コスト戦ならいつもより気軽に味方を切ったり撤退する計略を打てるねって回で、直近のアプケで強化された反逆ののろしや神明の罹患の強みが出た試合になるよ。最初は侍ジャパン優勝祝いで侍の恒例を紹介する動画にしようと思ったけど、野球や二刀流にこじつけられるネタが浮かばんかったから素直に中コスあれば撤退や兵力継承のデメリットも遠慮なく使えるねってことにしたわ。直近アプデで反逆ののろしは武力プラス10からプラス11に、神明の罹患は武力マイナス4からマイナス5に情報修正されて、それぞれ一度紹介したけど、今回のレギュとも相性いいから再度紹介って感じやね。ちょうどお相手もかなり見た構成のデッキやったから、普段あまり見ない計略をたくさん見せられる機会になると思って1試合目に採用したよ。敵陣はどっちだ？出おれ！この俺に死ということもない！ほらよ！打ち抜け！出おれ！打ち抜け！秩序を正す。私が革新者となる。ランってのは生きるための戦いだ。うわぎゃ、よろしい、我が輩が相手しよう。おらよ、おらよ、発射、おらよ、打ち抜け、力が出ねえ、化け物め、発射、おらよ、侍の高齢など真ん中チャージで、ちょうど校長準備ラインが範囲内に入るくらいになるよ。一の方流派発動、一の方二の方、おらよ、主に侍、敵を斬る。おらよ、打ち抜け、おらよ、貴様も道連れにしてくれる。息子を頼む。死ぬ。流派発動、三の方、おのれ、おらよ、おらよ、打ち抜け、力が出ねえ、おらよ、おらよ、発射、打ち抜け、ぬわぎゃ、おらよ、打ち抜け、
肝の名刺で切られる時が来たか。深い工場にしたら足りるかと思って奥に逃げたけど足りなかったね。この俺に死という言葉はない。貴様敵陣はどっちだ。発射！打ち抜け！報復の時。貴様も道連れにしてくれる。貴様も道連れにしてくれる。息子を頼む。ほら行くぞ。打ち抜け。死ね。流派発動。美の型前期解放。ってのは生きるための戦いだ。ここまでか。死ぬわよ。死ぬわよ。ぬわぎゃ。ランってのは生きるための戦いだ。切られる時が来たか。うらよ。打ち抜け。おのれ。うらよ。力が出ねえ。バチモノめ。打ち抜け。今回は3試合あるよ。よろしい。我が輩が相手しよう。ザコはお呼びじゃないでござる。貴様、名を名乗る。死ね。行くぞ。うらよ。うらよ。死ね。やりすぎでござる。進撃。息子を頼む。今だ。やる。ちょっと体が持たない。やれ、行くぞ。切られる時が来たか。前期一の型進撃。おらよ。おらよ。行くぞ。くそ。おらよ。進撃。逃げるが勝ちってな。攻勢に転じる。進撃。貴様。
往復の時。ポン！ぬわぎゃポン！打ち抜け！打ち抜け！ドラ！行くぜ！打ち抜け！貴様も道連れにしてくれる！ほらよ！この茨、たやすく通れると思うな。敵陣はどっちだ？おのれいくぞ進撃いくぞ打ち抜け獅子の進軍からは逃れられぬさあ進め打ち抜けランってのは生きるための戦いだ、うん、息子を頼む、うん、リューハ発動二の肩切られる時が来たかちょっと体が持たないなリュウハ発動そういう言葉はない身の肩進撃貴様ほらよくそほらよ逃げるが勝ちってなに転じる敵陣はどっちだ報復の時ドラ行くぜ早速通れると思うな打ち抜け元気解放主に侍敵を斬る生きるための戦いだ。ぬわぎゃ！いくぞ！死ぬ。ちょっと体が持たないな。我が輩の前では。ナウテの武者も無力でござるよ。
これが乱世か。立ち塞がる奴は全員ぶっ壊せ。死ね。くそ。やりすぎでござる。逃げるが勝ち。上杉軍が行くところ。次の試合は今回のラストになるよ。よろしい、我が輩が相手しよう。この私が弓矢ごときに。ひとしを頂戴しようか。流派発動。一の方、バカな。俺に死という言葉はない。気がたぎってくるぜ。報復の時。死ね。打ち抜け。まだ生きてくるわ。強いな、あんた。死ね。ほらよ。死ぬけ。流派発動。三の方、貴様も道連れにしてくれる。主に三代敵を斬る。ここは下から。ほらよ。バカな。ほらよ。打ち抜け。まだ生きてくる。この私が弓矢ごときに。血がたぎってくるぜ。死ぬなよ。ご視聴ありがとうございました。普段ならデメリットが気になってしまう契約も、他でカバーできるコストがあるし、コスト戦では活かしやすいと思ったよ。